いどうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日はですよ、スプラトゥーン来ました。今回ちょっと顔出しでございます。前回もね、ちょっとマイクのね練習とかも含めてだったので、まあそういうことも勉強になったので、ちょっとまあ今回は顔出しでやってみたいと思います。いきましょうか、スプラトゥーンのパート3かな、そんぐらいやってると思います。お願いします。はい、でこれ毎回このお姉ちゃんたちがやってね、ティティティーン、何言ってんの、いつもかな。ご機嫌いかがですか、ハイカニスにしてんかだよ。おかみちゃん、これ何毎回やんの、これカットしようか、カットしましょう。あ、待って、嘘、カットしない。ガチマッチが解禁されてて、カットするっつったのにカットしません。え、何、どういうこと、ガチマッチってあれでしょ、だから腕に自信がある人は行ってみよう。うんうん、流し気味だな、おかみさん。新しいルールが追加された。何、ガチエリア、どういうこと、ガチマッチで遊べるんだったからお楽しみに。え、ルールはルールの説明してくれるんじゃないの、一回よろしく。新しいステージが追加された。なるほど、へー、流し気味だね、さっきから。ホッケフト、何、なんかもう全然わかんないし、全然わかんない。新しい武器どんどん追加されるな。 NZAP85、 なんこれ、え、何それ、欲しい。でもまた武器地くんのお話聞かないとね。あ、なるほど、どういうことなの、なんだこれ。あ、要はこれステージを教えてくれるのか。あ、そういうことか。あ、そういうことね、わかりました。というわけで、ちょっと今日はどうしようかな。何回言ってんだよ。またか、ちょっと分かった。でかい道だよね、じゃね、分かったよ。分かりました。バスパーク、もう分かりました。あ、アイスのみ、ジュースのみたいな、ご一緒にポテトもどうぞ、分かりました。もうちょっと黙ってて。何回言ってんの、これ。いかよろしく、その時は毎回やりますね。分かりました。ちょっとね、今回は、武器とかいろいろ買ってみたいと思います。ちょっと前回ね、何も買わずで、僕ね、本当に初心者用品で、本当にレベル7まで来ました、ランク7まで。というわけで、ちょっといろいろ買いたいと思う。武器が欲しい。私、これ何屋さん、何屋さんかも何も分かんない。これ何屋よ、これ。何屋さん、何ですか、アネモさん。あ、いらっしゃいませ。お頭道によくさん。あ、帽子屋さんだ。まあまあ、生かしてますね。お庭のギア探しておきます。何、金ずる、何、全然わかんない。ボム飛距離アップ。あ、すごいね。これで好きなの選べるんだ。なるほど。何がいいかな。あ、とりあえず、あ、こんだけしか選べないんだ。なるほど。あ、で何、試着とかできる。すごい。え、どれにしようかな。ボム飛距離アップ。あんまボム飛距離とかいいな。防御力アップ、これ大事じゃない？防御アップ一番安いの。何、あんま使えないの。これなんか見れないの、これ。あ、見れた。全ての攻撃に対してのダメージが少なくなります。ギアをバトルで使用して経験値を貯めるとギアパワーが解放されます。何ですかそれは。え、ギアパワー、ちょっと初めてすぎてわかんねえな。何これ。あー、なるほど。やられた時のスペシャルの現象。あー、なるほど。ちょっとどうしようかな。あー、なるほどね。え、防御力ぐらいが一番無難でいいんじゃないって思うんだけど、個人的には。どうでしょう。どうしようかね。ちょっとじゃあ、なんか安めの買っておきましょうか。これ買おう。買えるのかな。あ、買える、買えます。お願いします。じゃあ、とりあえずこの防御力アップでお願いします。装備する。おー、なんかいいね。どんどんこうやって自分のキャラが育つんだ。え、ギアを変えるのは、なんかこれパッドのカスタマイズをタッチ。後でやろう。後でやりましょう。どうやって戻るの？よいしょ。あ、で、帽子と服と靴か。帽子と服と靴と武器だ。わかった、わかりました。ちょっと武器が欲しいんだよ、俺。武器が欲しい。で、ちょっとここは？ここもなんかそうっぽいよね。ここは何や？服屋さんっぽいよ。服屋さんっぽい。ちょっと服を買おう。おー、なんだよ。越前。越前クラゲの越前。すげえ。サスオーボンです。入店感謝。今まさに良くなるために服を買う、おすすめる。ちょっと日本語が難しい。何この人？何喋ってくれてるかな？何これ？あ、全部同じ感じじゃない？なんか何？どういうこと？どれがいいんだかわかんねえな。攻撃力アップ。これすごくない？隠れパイレーツ。防御力か、なんか基本防御固めるみたいな。どうしようかな、ちょっと見よう、内容見つつ。インク消費量、あ、これ結構良くない？でも300って安いな。これあんまりダメってこと？あ、服のダサさとかってことかな。これかっこいいね。これ攻撃力アップしようよ。これいこう、これ買います。はい、装備する。おー、
なんか今時の少年感が出てきたよ。なんか常に OK は感謝です。何全然よく何言ってるこの人。ギアの付け替え、パッドにおけるカスタマイズをタッチでパーペキです。この人あんまりあれかな、そんなにあれなんだろうね、あんまり喋れてなかったから、まあしょうがないしょうがない。で次なんかもうこれか、これ何や、これ何屋さん、ここ、うお、これ何屋さん、お靴や、おいやー、これゲームエイトで見た俺この人、エビスシューズにいらっしゃい、超オシャレだよねこの人。エビの唐揚げにエビフライで、エビフライだよね、なるほどね。靴どうしよう、これ高えな、防御力アップ、あその辺がやっぱ高いんですか、イカダッシュ速度アップ、あーイカね、そんなにいいだな、スペシャル増加力アップ、スペシャル時間延長、人移動速度アップ、どれがいいんだろうな。あでも攻撃力良くない、あ防御か、これは上げとこうか、もうちょっと基本を上げとこう、その基礎をまず上げていくから行きましょう、お願いします、装備するお願いします、どうも、ギアを変えるなら、あ、わかりました、同じこと言ってくれるわけですね、みんないろいろ口調があるわけですね。全然わかんねえ。で何、ちょっと武器屋さん行こう、武器屋さん、武器屋さんがどこにあるかが私にはわかりません、どこ、あ、武器屋どこどこ、あ、ここ押せば行けたー。ここ押したら行けました、武器地、カブトガニじゃないこの人、この人も見たな、はいはいはい、いらっしゃい、バトルの時には何でも揃う、どれ使っていく、ちょっと新しい武器を使ってそのために動画でちょっと撮りたいと思うので、どうしようか、なんかせっかくだから弱い武器から買ってって買ってってで、ちょっと強い武器だんだん試していこうか、それでいきましょうかね、全部買っといた方がいいしだってね、というわけなんで、あサブウェポンとかね、なるほど、これ普通の武器はサブウェポンが確か普通のなんか手投げ手榴弾みたいなので、でここカチッと押すとシールドみたいなのが貼れるんだよ確か、なるほどね、いろいろあるわけですな、わかりました、スプラシューターを扱ってもいい頃ですし、何言うかわかんない、スプラシューターわかんないわけない、難しい、使われた武器、もう見え、文字が見づらい。何これ文字超見づらいんだけど、何これ、わかりました、わかりました、すげえ喋んなこいつ、うるせえな。ごめんよ武吉、君のこと嫌いじゃないんだけど、君ちょっと喋りすぎだよ、わかったわかった、わかったわかったから早くかわしてよ、どんだけ喋んだよお前、この武器はもう一度手に入れるし、また分かったよ、もう何回言うんだよ、もう分かった分かった、もう分かった分かった、もう分かった分かった、わじゃあもう分かった、どんだけ言うんだよ武器地、えこれいる、終わんない、で武器が買えない、これいつになったら武器が買える、武器が買え、武器が買えない、武器が買えない、武器が買えない。困って、マジでなんかスタートとかも押せないし、何これ、スタートも押せねえ、何これ、あ飛ばそうと思って B 押した瞬間街に戻っちゃいました。ちょっと何こいつ超喋んな、武吉、武吉喋りすぎだよ、あ即できました、ちょっとじゃあこれ行ってみる、これね、要は1個上の武器、まあ全部やっぱ武器は揃えていきたいので、これを使っていきましょう、前回はこの今持ってる若葉シューターかな、それをやったので、ちょっとじゃあこれ買おう、買いましょう、装備しましょう、これでちょっと攻めていこうか、はい、わかりました、じゃあこれでいこう、ちょっとこれで一戦ちょっと勝負出てみようか、さあ行ってみましょう、お願いします、おなんかだいぶおしゃれになったよ、ほらすごいすごい、行きましょうか、よっしゃ、ちょっと勝つよ、もう結構ね、特訓すれば僕もうちょっと上手くなれると思うんで、とりあえずまずレギュラーマッチですね、ガチマッチは確か10にならないといけないんで、ほらランク10でこのガチのガチなやつらのエクストリームバトルってところに行けるので、まだそれは怖いので、とりあえずレギュラーマッチで、怖い僕様いけません。行きましょう、とりあえずレギュラーマッチいきます、お願いします、はい探してください、お願いします、これ待ち時間ですよ、ここすぐすぐ、うわみんな年上一人だけ、うわ16歳がいる、16歳いる、もう高1やん、ゆかりん高1やん、俺まだ2年生だよ小学校、ダークキングさんもいるね、ウェアウルフ初としてはすごいなんか芸人さんみたいな方かな、芸人さんですね、あの方きっと芸人さんです、シュンさん、あ同い年ぐらいだ、1個先輩、ちょっとみんな年上じゃん、待って俺この武器使い方が分かりません。ちょっとやばいこの武器使い方が分からない、やばいぞ、ちょっとそれを試したいだけなのに、さあ行きましょうか、前ちょっとやるだけやってみよう、やるだけやってみよう、みんなおしゃれだね、みんなおしゃれ、いいよ頑張ろう、とりあえずこういうとこが大事、あなんかでも似た感じだね、多分似た感じだと思われる、ちょっと武器の使い方、あこのボムか、分かった分かった、ちょいボムだ、ちょいボムですね、ちょいボム、ちょっとみんな出払っちゃうから、みんな片付けせずに出払っちゃうから、私はこういうとこをしっかりと
みんながこう、あの、後々戻って引っ張られるように、あ、いや、この人だ、この人だ、この人と同じです。もう同じ、俺がやってる、俺も全然台無しじゃん、俺がやってたのに。あ、なんかいる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 よ。やべ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 、逃げて逃げて。やれた、くそ強え、この人。うわ、もうこの芸人の人じゃん。ウェアウルフ初としさんじゃん。芸人の人だ。芸人かどうかわかんない。いや、これちょっとね、連射が遅いね。なんか初心者用武器の方が連射が早かった気がするんだけど、気のせい。やべ、なんか出た、この武器の人。これずるいよ。これ何なの。これもう、これ初心者なんだから。2年生ですよ、まだ。7歳だよ。7歳にこういうことやる。7歳、あ、ちょっと全然わかんねえ。あ、インク回復遅いっすね。ちょっと難しいな。さあ行きましょう。ちょっとまあガツガツ行こう。ガツガツ勝っても勝ちに行こう。勝ちに行きます。せーもしっかりしっかり。あっち上濡れてません。濡れてないので私が濡れていきます。さあ、こういうとこ、こういうとこ。こういうところが大事。結局。結局ね。結局こういうところ濡れてるか濡れてないか。それで勝敗が決まる。それがスプラトゥーン。よろしいでしょうか、皆さん。さあ行きましょう。なんかあいつ上にやがんな。ちょっとしっかり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 。ちょっとわかんない。ちょっと待って、このみんなすげえ、みんな飛んでくる、仲間がみんな飛んでくる。ここは何、すごいいいところ、いいところなのか。ちょっと待って、全然わかんない。これ、あの、このボム届くのかな、ボム届くのかな。お、ボム届く、ボム届く。やべ、狙ってる、向こうから狙ってくる。危ね、やべ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 、先生に、先生に来ちゃった、先生に来ちゃった。やべやべ、ちょっと年上の人、年上の人いるから、年上の人いるから、年上の人いるから。なんかロケット飛んできてるから、逃げるから、逃げるから。上から、上から、上が大事。上、上に行こう、上に行こう。上からちょっと狙おう。上から狙わないと、ちょっとやべえ、やべえから、やべえから、強いから、強いやついるから、マジ強いやつ。あそこにいるね。あそこにでもちょっと挑むの怖いな。ちょっとどうしよう、どうしよう。全然俺働いてない、全然仕事してないよ、全然仕事してない。よしよし、上から狙おう。あいつ、あいつ狙おう。やべ、味方が死んだ、味方が死んだ、味方死んだ、やべやべ。あっ、下手くそ、純粋に下手くそじゃねえか。ちょっとこの武器ね、難しい、慣れなきゃ早く。ちょっと皆さんごめんなさい、新しい武器試したばっかなんです。私新しい武器。やべ、強い強い、めっちゃ強い、めっちゃ強い、めっちゃ強いやん、めっちゃ強いやついるやん、めっちゃ強いやつ。誰だ誰だ誰だ、芸人の人か、芸人の人か、芸人の人かもしれない、芸人の人かもしれない。ちょっとやべ、いるね、いるね、右にいるね、右にいるよ。ちょっとやべ、全然当たれてない、今回全然、今回当たれてない、全然今回当たれてない。何してる、私は何をしている、私は何をしている、私は何をしている。雑魚雑魚すぎる、雑魚すぎた。誰も殺してないし、ごめんみんな、俺のせいだ。俺絶対一番働いてない、一番働いてるんかいいや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 、みんなどんだけ働いてないんだよ、みんなどんだけだよ。何してたの、ちょっと僕2年、7歳だよ、7歳。何してたのみんな。ちょっと7歳でも一番働けるっていうね、それがもう実力主義です、このゲーム、本当に。ちょっともう一戦行こう。もう一戦行って、ちょっとね、いいとこ見せよう。勝ちたい。ちょっと16歳いるな。あ、ゆかりんさん、さっきもいたね。高1年生、16歳。ちょっと16歳に勝ちたいな。そう、なんやかんや、ちょっと一人で練習してるときね、あの、一番最初の武器で、結構ね、いいとこまで行ったんですよ。ちょっとでも、この武器ちょっと使った感じ、最初の武器の方が使いやすい。うん、個人的に。シールドを貼れる方がね、すごい心強い。攻めていけるから。というわけで行きましょう。さあ、たくさん縄張りを確保しよう。わかりました。オレンジでございます。あ、ゆかりんと同じだ。ゆかりん同じ。やった。あ、またウェアウルフ初としさんいるやん。芸人の人いるやん、芸人の人。あ、いいよ、よ、そういうとこ、そういうこと。みんなこういうとこだよ、こういうとこ大事だよ。いいですか？これは集団でやるゲームです。皆さん集団でやるゲームですので、そう、あなたの城を私は行きます。のはやめます。そういうのはちょっとあれなので、協力しないと。協力して、協力すること、それが一番大事、このゲーム。わかっています。それが私わかっています。一応わかっているつもりでやっております。でもなんかもう右にいますね。敵がいらっしゃいますね。いいよ、あそこ狙おう。勝てるよ、勝てる。よしよし。ちくしょう。あ、危ない危ない、バカ。やべやべ、いる、来てるよ。一回回復して、しっかり回復して。やべやべ、来てるか。ちょっと一旦引こう。引けない。なぜ引けない。なぜ引けない。ここが濡れていないからね。濡れていないから引けない。それはそうです。濡れていないとこは引けません。なぜなら、そう。なんか何今の何、黒いなんか、
まあ、なんか何落ちる落ちるって何落ちるって何落ちるって何ちょっと裏から攻める裏から攻めるからあいつなんか敵いたよね敵いたよねいない敵いないどこに行ったいると思っていたがいないなぜなぜいないそれだけが気になる私がそれだけが気になる人です知的探求心知的探求心の持ち主知的探求心の持ち主あいつを倒すやべえこれイーク回復遅いなこの武器すげえ遅いと思うやばあそこいるねいいよちょっと援護しろ援護しろ仲間をあ倒して倒してくれたよしやべやべ 上の方が有利だから上の方が結構有利だからこのゲームで何をこのなんかあの黒矢印が何教えてよそれって説明会がない説明会がない黒矢印のちょっと何黒矢印何だの黒矢印はよしよしこう塗られてめっちゃ塗られてよしよしやべ味方がピンチだ助けにうわずるいわそういうのずるいうわウルフ初都市芸人の寿司と勝手に俺は芸人と呼んでるけど多分芸人あれはあの名前は絶対に芸人だちょっとねやっぱりお笑いをやってるからにはちょっと負けるわけにはいかないウェアウルフ初都市には負けるわけにはいかないいいよ誰が倒した俺全然倒してない俺全然活躍してない気がするちょっと今回全然ダメな気がする皆さん頑張りましょう力はあ、いるやんめっちゃいるやんやべちょっとインク回復遅えなこの武器これだけちょっとインク回復が遅いっすちょっとやべえなこれ待ってちょっと集中して黙っちゃったちょっとこれボムでちょっと敵をちょっと煽りつつこの辺にいるよ絶対さっき言ったもんよしいいぞ俺が倒してんねんよしボム投げてあどうしようおいなんか置かねえけど倒したちょっとね、若葉シューターがやりやすいな個人的にで飛びますこれね仲間のボタン仲間を押すと仲間のとこまでズーンって飛んでけんのやべやべちょっと戦前に飛びすぎ戦前飛びすぎたよーウェアウルフ初都市ウェアウルフ初都市超強え芸人あの芸人超強えよちょっとやべ濡れるだけ塗ろうよし倒した株を落としたちょっとどうだろうちょっと全然活躍できてないねちょ、この武器、あ、負けちゃったよ、また負けちゃったよ。リアルフ初都市、超強いんだもん。負けました。縮小。ごめんよ、みんな、俺が足を引っ張ったかもしれない。うわぁ、俺雑魚じゃん。超雑魚、申し訳ない。これはちょっと本当申し訳ないですね。ちょっともう一戦、ちょっとラストもう一戦、この武器でちょっと頑張ろう。え、ギアがパワーアップ。何ですこれ、トゥルトゥルン、ティーン。何のトゥルトゥルン、ティーン。何のトゥルトゥルン、ティーン。全然わかんない。今の何まあ、続ける。ちょっとこの武器でこれラストにします。次、また動画通り、また新しい武器使っていきましょう。それでいきましょう。ちょっとこの武器ね、個人的にちょっと難しい。うん。なんか最初の武器の方が使いやすかったかなって印象があります。わかんないですけど。うん。なんか偉そうに言ってるけど、僕全然初心者です。超偉そうに言ってたけどね。いやちょっと全然活躍できなかった今のバトルちょっとね難しいね武器になれなきゃうわなんか強そうな武器持ってんなあの人いや誰ウェアブル初としいた芸人さ芸人仲間いや別に俺芸人じゃねえけどまあお笑いシンガーソングライターということで一応やらせていただいてるのでちょっとやっぱタイルを確保しとくって結構大事だと思うんですよねこう敵が攻めてきた時にこの辺でちょっとスーッとちゃんと逃げれるそういう場所を作るそういう存在縁の下のハゲ縁の下のハゲ何だっけ縁の下のハゲ持ちあいているほらいるやんいるやんめっちゃいるやんめっちゃ一人やんめっちゃ一人やんめっちゃ一人やんあ倒してくれた仲間が倒してくれたちょっとしっかり攻めていこうかでもこれずるいよこれ何これなんかさレーダーみたいなの何なのレーダーみたいなの何すげえレーダーみたいなでインクの回復が遅いねこの武器そこがちょっと難しいと感じております私ちょっと初めてこの武器使ったけどねちょっと難しいですねよしよしちょっとこういうとこしっかり塗るかどうかそれで勝負できるしっかり塗るかどうかそして敵が下にいるやべやべ敵来るよ敵来るから気をつけてよしよしよしジャグ超強いちょっと全然活躍してないしっかりこうなんかねシールドがないっていうのが個人的にはあれですね。ちょっとやばい。ジャグ倒そう。どうした？あいつどれ？ダークキング倒しました。ありがとうございます。ちょっとあいつだったね。敵強えな、めっちゃ。めちゃくちゃ敵強いんだけど。ちょっとしっかりやっていこう。ダメだ。全然活躍できてない、今回。しっかりやらないと、本当にみんなに迷惑かかる。よし、倒したか？ちょっと待って、やべ、何してる
何をしている、何をしている、しっかりしっかりとしっかりしっかりとしっかりと、やべやべ、いる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 、これ何、何、分かる、何が起きてるか分からない、私には何が起きてるか、今全然初心者です、この文字初心者なので、ちょっと多めに見ていただいて帰ります、一回帰らせてください、お家に、お家に帰りたい、お家に帰りたい、ちょっとあと1分、あと1分しっかり頑張りました皆さん、皆さん私もちょっと活躍してる、これ何だろう、これ狙われてるやつ、これ狙われてるやつが難しい、やべやべ、来てる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 、攻めてきてる攻めてきてる、みんなそこにいるよ、そこにいるから、そこに来てるから、そこに来てるから、ちょっと上にあれば、上にあれば、ちょっと、あーちょっと、すごいよこの人、ゆかりんめっちゃ強いやん、この金色の、何この金色、金色のやつ強い、俺も金のやつ欲しい、これだってまだ2個目の武器ですから、言うて2個目で、やべ来てるやん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 、ゆかりんめっちゃ強いやん、ジャグジャグだった、ジャグめっちゃ強い、ちょっとダメだな、全然活躍できてない、カスチンじゃん、カスチンですね、ちょっとしっかり行きましょう、しっかり行かないと、これダメですよ、ちょっと全然やばい、よしよしよし、ジャンプ倒した、よし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 、いいよいいよ、ちゃんと倒した、ちゃんと活躍した、ちゃんと今回な何人か倒した、相打ちも含め、相打ちも含め何人か倒した、ちょっとちゃんと塗ろう、ちゃんと塗ろう、ちゃんとフィニッシュ負けたな、これは敵が強い、そしてちょっと俺が全然活躍できてない、申し訳なさすぎるね、これは3連敗かよ、ちょっとごめんみんな、多分俺のせいだわ、俺のせいだ、いやルナス君のことは責めない、ルナスお前のせいだ嘘です嘘です俺も出てビリーから2個目だからね、まあそんな感じでした、ちょっとこの武器は使いづらかったね、次また新しい武器買ってそれで挑みたいと思います、そんな感じでございました、はい、今日も動画見てくれてありがとう、またいろんな動画上げていくのでまた見てください、はい、それじゃあバイバイ、たかしでした、明日も頑張ろう、バイバーイ。